So one of the most popular videos on this channel is me reacting to Wagaki Band for the first time. I actually really like Wagaki Band, so I'm going to be checking out their interview that they did in LA, I think in 2016. Let's go. Wagaki Band の皆さん、こんにちは。こんにちは。かわいい、かっこいい、すごいのメリッサと申します。今回はまたロスに来ていただいて本当に嬉しいです。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずはですね、皆さんの自己紹介をお願いいたします。はい、ゆうこすずはな、I'm singer。 ゆうこ、はい、和太鼓を担当してますクロナです。クロナ、はい、I'm Benny Ninagawa、 I'm playing the shamisen。 ありがとうございます。 That lady is talented。 今回はですね、アメリカに来るのは今回は3回目になりましたよね。その今回のアメリカツアーでどのような新しい思い出を作りたいのですか。例えば行きたい場所とか、ライブでどんなパフォーマンスを挑戦したいのか、アメリカでやってみたいことがあったらぜひお聞かせください。はい、アメリカで そのツアーという形で来るのが、はい、今回初めてで、一番最初は、そのイベントの中で、次ニューヨークでノーマルライブ1回できて、今回は3回 3 times あるんですけれども、はい、やっぱりその2時間ぐらいのライブをですね、やるのはすごく私たちのまた新たな挑戦なんですけども、まずやってみたいこととしては、あの日本では結構ライブの中で武道館から取り入れたものがあって、でそれが剣舞とかも入れながら、物語を表現するようなパフォーマンスをしています。で、あの物語の説明はないんですが、見てこうインスピレーションで楽しんでいただくようなプログラムも取り入れたりしているので、ライブはそういったショーとしての楽しみをどれぐらい皆さんに、伝わるかというのが私たちの、I love all the decoration in her hair. ことですね。で、あとは初めて行く場所ばかりなので、うん、時間がある限りはなるべく観光したいっていう、ね、時間があればあれば、はい、今回ロスについて、まず初めて私たち、あのメンバーによってはサンタモニカに、あ、なるほど、昨日いかがでしたか。行きました。私初めてだったんですけど、はい、すごく気候が心地よくて、本当に気持ち、あの湿っぽくない日本みたいにカラッとしているの で、ね、で風はすごく程よく涼しくて、海沿いで寝そべってたんですけれども、キヨシ、マチヤ、ダイ、私4人で海岸でこう寝てましたけど、で昨日日曜日だったからすごい賑わっていて、はい、雰囲気が良くて、またいろんなところ、次サンディエゴ、サンフランシスコあたりも行きますけれども、何も知らないこといっぱいなので行きたいなって思ってます。なるほど、ありがとうございます。その他のメンバーはいかがですか。はい、やはりそうですね、なかなか時間が取れない部分があるので、僕らは昨日ついて、ね、今日2日目なんです。はい、で、今回2回目ということで、まあ、もういろいろ回れたらいいなと思ってるんですけど、まだこれかなっていう感じですね。気を見つけて、そうですね、行きたいですね。行きたいところに行ければいいかなと思ってます。はい、化粧品買いたいです。あ、そうですね、言ってたね。はい、アメリカンコスメティックス、はい、そうですね、ショッピングも行ってみたいですね。はい、わかりました、ありがとうございます。続いてはですね、和楽器バンドの共演したいアメリカのアーティスト、またはコラボしたいアーティストはいますか。そう、うーん、アメリカのですもんね。アメリカの、そうですね、はい、レディーガガさん。What? すごい好きなんです。そう、毎回言ってるね。毎回言ってます、毎回言ってる、本当ですか。うん、あのすごく好きで、うん、何かこう大きな演出を一緒にやれたら、和とのコラボという感じで、何かこう大きな壮大な演出で、あの大きな場所でやれたらいいなって思ってます。うん、Before that, once again, I think a collaboration with Lady Gaga would actually be pretty late, because Lady Gaga, number one, has done a collabo with Metallica at the Grammys, and then number, so she's into metal. And then number two, she also wears this like crazy costumes, which I think would go with Wagaki Band's appearance as well. の方たちと一緒にやりたい。Okay. 例えば日本に来た、例えばキス。Wow. Okay. アンコールで和太鼓いっぱい出て、その中で歌ったりとか、そういう日本の演出あるんですけど、こちらでそのロックバンドの方たちと、nice. コラボじゃないですけど、まあ
まあ、古いバンドで言えばキスだったり、レッドホットチリペッパーだったりとか、うん、そういうので、ミュージシャンとしてそういうので音楽で和の音と、西洋の楽器で、語り合えたらいいなと。なるほど、素晴らしいですね。ありがとうございます。ゆうこ、私この間初めて今日本に来ている、サーカスというか見に行ったんですね。なのであのもしアメリカでそういうパフォーマーの方ってたくさんいらっしゃると思うんですけれども、もうそれこそ、まあ、サーカスもそうですけど、I know Mimes in Japan. パントマイムだったり、いろんな方がもう街中にいらっしゃるのがすごい印象的で、日本みたいにあのストリートにいるのが多いですよね、日本と比べると。そういうなんか素晴らしいパフォーマーの方と和楽器バンドが一緒にライブしたら、また新しいパフォーマンスとしてステージ見せられるんじゃないかなと思って、最近こういろいろ見るようにはなってるんですけれども。わかりました、ありがとうございます。今回はサマーソニックをに出演することを決定しましたよね、はい、そのアメリカでもこのようなフェスに出る予定があるのですか？あ、今のところ決まってないので、はい、やっぱり出てみたいと思います。出たいですね。めちゃめちゃ出たいですね。はい、コチェラとかそう、カリフォルニアのミュージックフェスティバルなんですけど、コチェラ、ぜひ。そうですね。続いてはですね、今までは台湾とアメリカでライブをやったんですが、他に行ってみたい国はどこなんですか？行ったことあるの、フランスとシンガポールもあって、ありますか？私たくさんありません？そう他にはその今まで行っ て, あ行ったことない、行ったことない、行ったことないでも行ってみたい。 Come to Kenya! 私ドイツ、スペインか、スペイン、ドイツ、ドイツこの理由をちょっと詳しく教えていただけますか？あのドイツに関しては実はそのプロノさんとか、あと清志君が以前あの音楽のレメンバーズプレイインアザバンドバンドじゃなくて行ってパフォーマンスしたことがあるっていうのでお話を聞いた時に、すごくそのオーディエンスの反応の話だったり、経験だったり映像を見た時に、はい、あ、羨ましいな、和楽器バンドでもやったらどうなるかなっていうのがすごいやりたくなった理由の一つ。あと私自身がクラシックピアノをずっとクラシックピアノなんですけれども、音楽大学の時によく学んでいた作曲家がドイツの方が多かったから。確かにそうですね。はい、分かりました。続いてはですね、今回はテレビ東京のオリンピック中継のテレビ局を担当されていますよね。おめでとうございます。今回のコラボレーションはそのどういう曲を見ましたか？あ、オリンピックの楽曲ですか？どうして決まったんだろうやはり世界中の方たちが集まる大会で、はい、テレビ東京さんもさまざまなその独自な番組をたくさんやってるところなんですけど、その中で、僕らみたいなその和と洋を融合してるバンドとぜひ、テーマソングをってことでお話しします。Combining Japanese and Western factors。 ゆうこちゃんの曲と僕の曲が、一緒に、まあ、テレビ東京さんのコラボで、はい、あのテーマソングとして使われていただくことになったんですけど、でもそこはすごく、まあ、独自性というか、個性のあるテレビ局と個性のあるバンドが一緒に合体したいという感じで、僕らもすごくワクワクしてますね。はい、分かりました。じゃあこの新曲についてアメリカのオーディエンスの皆さん、 I didn't know about the Olympics ですか？どんな曲なんですか？テーマソングと応援ソングっていうのは実は2曲今回できて、リオオリンピックテレビ東京テーマソング起死回生といって、起死回生さんが作った曲、応援ソングとしてもうちょっとミディアムな、感じの未来という楽曲があって、それを私が作ったんですが、今回アメリカでは起死回生を皆さんに聴いていただく予定で、これはどんな曲ですか？はい、この曲はそのスポーツをされている方、選手の方たち、オリンピックを目指している方たちと、それに参加する方、そしてあと聴いている、他の一般の方たちも含めて元気が出る曲にしたいな、はい、背中のちょっと心が弱ってる時に、背中を押すようなそんな曲になればいいかなと思って、すごく、前向きな、はい、あの絶対いいことあるよっていう形の曲にしてあって、まあ、詩の内容はそうなんですけど、曲の内容としては、日本独自のリズムをとても入れていて、日本の三本締めというのがあるんですね。行ってみましょうか。お手を拝借、よーもう一回
ました。というのがあります。これ日本でやれば必ずできるんです。日本に住んでる人は、はい、この三本締めというのがあって、そのリズムを曲の中に取り入れて、オーディエンス、みんな観客の人たち全員で楽しめるような曲になって、で海外行った時はその日本のリズムを一緒に楽しんでもらいたいな。オリンピックという世界的な大会でもありますので、はい、そんなように作りました。このリズムはあのパーティーとかの最後の締めとかによくやるんですか？うん、必ず日本ではやるんですね。はい、はい、覚えておくといいかもしれません。いきなりやったら面白いかもしれません。お手を拝借って言って始めると日本行って面白いと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後はですね、かわいい、かっこいい、すごいの視聴者の、視聴者の皆さんへのメッセージをお願いいたします。はい、let me just pause that for a second. When I was in primary school, when we had to applaud someone, we used to applaud with a clap that goes like, bravo. That just reminded me when they did that clap. Hello, kawaii, kakoi, sugoi, viewers. We are Wadakiban! Thank you very much.3回目ですかね、出させていただくんですけれども、はい、私たちのメッセージを、English、たくさんの方に届けたいと思っています、日本のかっこいい、あ、かわいい、かっこいい、すごいものを、はい、私たちが表現できたらなと思って活動しています。日本だけではなく、まずアメリカの皆さん、そして世界中の皆さんに、知っていただくために皆さんもぜひ応援してください。よろしくお願いします。Nice. Okay, I think we're done. Some of the things that you said reminded me of other bands, like when she said Kashiko Piano, it reminded me of Love Bites. And when she said Kawaii, it reminded me of Baby Metal a bit. But I love her vocals there at the end, that was pretty cool. Smash like and subscribe if you enjoyed this interview. I enjoy checking out interviews, and this is my first time checking out Wagaki Band in interview. I didn't know about that clap bit. That one has really caught me off guard, and I didn't know that she could speak a bit of English. It's nice to hear Japanese back speaking in English. All right, on this screen, I'm going to leave a couple of videos about Japanese bands. Please make sure to check them out. Subscribe because I talk about everything rock music and I upload daily. All right, cheers.